アレックス・アッカーはカリフォルニア州コンプトン出身のバスケットボール選手。ペパーダイン大学卒業後2005年の NBA ドラフト2巡目全体60位でデトロイトピストンズに指名された。彼は2006年2月27日に NBA デベロップメントリーグのフェイエットビルペトリオッツと契約した。2006から07シーズンをギリシャ A1 バスケットボールリーグの オリンピアコス CFP に入団した。レギュラーシーズン中は1試合平均16.5得点、7.5リバウンドをマークしたが、ユーロリーグでは平均11得点、3.5リバウンドに止まり、2007年7月にチームから放出され彼の代わりにクインテルウッズが加入した。翌8月、フアンカルロスナバーロー、メンフィスグリズリーズ入りで失った。 リーガッコブの FC バルセロナと契約したが、右膝の故障により、同月22日契約は解除された。しかしその後の交渉で、同チームに改めて入団した。2008年オフ、デトロイトピストンズと2年契約を結んだ。2008から09シーズン中盤、トレードでロサンゼルスクリッパーズに移籍。2009年オフ、イタリアのオリンピア・ミラノと契約した。 ありがとうございます。